はい、皆さんこんにちは。この動画はですね、ルービックキューブの 3×3 の6面の揃え方を非常に簡単シンプルな覚え方を教えていきますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、今から教える方法ですけども、このルービックキューブ 3×3 の6面の揃え方、まずですね、簡単に覚えておきておいてほしい動作が一つだけあります。その動作をまず最初に、基本動作をですね、教えます。まず右回りですね、このルービックキューブの 3×3 6面の揃え方の基本動作、右回りを教えます。右回りはまずルービックキューブの上ですね、上を右から左1、そしてルービックキューブの右ですね、右を下から上3、2で、次にルービックキューブの上をまたさらに左から右に戻す3、そしてルビックキューブの右をですね、今度上から下に戻す。要は上がまず1、2、3、4、1、2、3、4、この動作です。これだけ覚えてください。4回りですよね。1、2、3、4と、これが右回りです。次にですね、逆のパターンを覚えていただきたいです。まあこれはですね、このルビックキューブ 3×3 の6面の揃え方で、あんまりそんなに使わないんですけども、使うことがありますので覚えておいてください。今のと逆です。今の右回りと逆の左回りということです。いきますね。同じくルービックキューブの上の面を左から右1。今度は左ですね。左の側面をルービックキューブの上を下から上。そして同じくルービックキューブの上、上面、上段を右から左に戻して、最後、ルービックキューブの左を上から下に戻す。1、2、3、4、1、2、3、4ですね。持ち方はこの辺を持つのがいいかもしれないですね。1、2、3、4。さっきやったのが右回り。1、2、3、4、2、3、4。今度は左。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4です。これだけですね、今から教えるルビックキューブ 3×3 の6面の揃え方で、これで、この基本動作だけ覚えてほしいので、覚えてください。それではルビックキューブ 3×3 6面の簡単な揃え方。まず、ファーストステップ、第一段階ですね。白の完全一面を作るのを説明していきます。白の完全一面というのはですね、後で説明しますけども、白の一面を作るんですが、側面も、ルビックキューブの側面も広がっているのを完全一面とします。それはですね、簡単です。まず、黄色の真ん中、ここですね。これを探してください。この周りですね、白のクロスを作っていってください。ここ白のクロスというのはですね、ここに白があります。例えば、こうやって回して、ここ、ここ押されましたね。次に、ここに入れたいんですけど、ここにありますよね。これをじゃあどうしようかな。ここだ、ここだ。から、コツとしてはですね、こう真ん中に入れて、そして、ルビックキューブの上部を回してあげる。そして、持っていくと、最後、できましたね。で、最後、ここに白のクロス、白のキューブを入れたいんですけど、ここにありましたね。この場合は、180度回せば、はい、これで白の、黄色の周りに白のクロスができました。次にですね、ルービックキューブの、この、2段目の色を合わせていきます。白のクロスの下にですね、今赤がありますけど、白、赤ってなんですけど、ここに赤を探していきます。赤、赤、揃いましたね。そうすると、これを180度下に返してあげます。はい。続いて、ここ、オレンジですので、オレンジを探します。オレンジ、オレンジ。ここにオレンジ入ってても関係ないです。この2つだけでいいです。あったら180度回す。そして緑、あ、これも緑に沿ってますね。で、ここ関係ないんですけど、180度下に回す。最後、青。青の2段目のルービックキューブを探して、青、青揃いましたので、180度下に下ろすと。これで白のクロスができました。そして今度はですね、コーナーブロック、ここですね。ここの色を合わせていきます。白を持っていきます。で、合わせ方が先ほど教えた右動作ですね。はい、ここにありますけど、右動作を使っていきます。で、右動作をすると何が起こるかというのをですね、今説明していきます。まずですね、ルービックキューブのこの角の白を合わせていきたいんですけど、角の白は常に自分のこう右下に持ってきてください。要は入れる場所をですね。じゃあ、ここにしましょうかね。今、白入ってるんですけど、この白はですね、違った白になってます。っていうのは、ここ赤と青、ここ緑と赤。ここは緑、
赤であれば正しいルービックキューブの白が入ってるんですけど、正しい色は入ってないということなので、正しい色は入れてあげます。正しい色というのは赤と緑に囲まれた白ですので、探していくと、こう上か下に絶対ありますので、どっかにあると思います。ここに入れたいんですけど、これですね。はい。赤と緑に囲まれた白。これをですね、ここに持ってきたんですね。その場合は、このブロックをですね、右に持っていきます。右上です。これはどこを向いてもいいです。そして、右動作やっていきます。いいですか ?1、2、3、4。はい。一発で入りましたね。続いて同じことを繰り返していきます。今度は、ここに入れましょうか。青と赤のブロック。青と赤のブロックも右上にありますので、このまま右動作をやっていきます。1、2、3、4、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 結構かかりましたけど、はい。絶対6回以内で入るので、6回以内でここにコーナーキューブが入っていきます。続いて、入れるブロックを右下に持っていきましょう。そして、青と今度、オレンジですよね。青とオレンジを探しましょう。ありました。青とオレンジ。左上にありますので、これを右上に持っていきますね。そして、基本動作、右動作を繰り返します。1、2、3、4、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4って入りました。最後ですね、ここに入れたので、まず右下に持っていきます。ルービックキューブを入れたいブロックを右下に持っていきます。そして、ここにコーナー白はですね、緑とオレンジが入れたいので、ここにありましたね。なので、右上に持っていきます。そして、右動作。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4ということで。はい、これで白の完全一面ですね。完全一面、白が揃っていて、側面も全部色が揃っている。これで完成です。続きまして、ルービックキューブ 3×3 の完全6面の揃え方、第2ステップを教えていきたいと思います。第2ステップはですね、ルービックキューブの2段目ですね、の色を合わせていきます。つまり、緑だったら、ここは緑、緑、緑。赤だったら赤。青だったら青。ということに揃えていきます。揃え方はですね、まずはですね、2段目の真ん中ですね、はい、を色を合わせていきます。短さ、こうやって緑、緑、オレンジ、オレンジ。1個揃えれば、すべて揃います。赤。そして次はですね、はい。T の字ですね、を作ってください。例えば今、緑の T の字ができましたけど、この T の字を作ります。そして T の字の上、ルービックキューブの上を見てください。そうすると赤がありますよね。で、赤を、つまりですね、このルービックキューブを赤、ここですね、これを、ここに持ってきたんですね。ここをこれに。じゃ、これが、まず、緑を自分の左に入れたい場合、ですね、まずですね、最初覚えていただいた基本動作の左動作からやっていきます。いいですか ?1、2、3、4、そして左から右に持ち替えて、今度右動作。1、2、3、4ということで、見てください。ここにあったものがここに入りました。これを繰り返していきます。次はどうしましょうかね。あ、青が T 字揃ってますね。そして赤がありますね。で、赤は今度は、右に入れたいです。ここです。その場合は右から始めます。右動作から始めます。1、2、3、4。右から左に持ち替えて。1、2、3、4。ここにありました。これを繰り返していきます。続いて、あ、青がありますね。で、青の T 字を作ります。そしてオレンジですね、今回。オレンジが左にあるので、ここに入れたいので、左動作から始めます。1、2、3、4。左から右。1、2、3、4でここに入りました。さらにやっていきます。あ、ここですね。はい。緑とオレンジがありました。今度は右ですね。入れて右動作から。1、2、3、4。右から左。1、2、3、4で入りました。これで全部揃いましたかね。はい、揃いました。で、一個注意していただきたいのが、こう T 字を作っていくんですけど、例えばオレンジだとしたら、オレンジの上がこう黄色の場合があるんですね。黄色の場合は、ここ黄色がないので、黄色は入りません。プラス、ですね、まだ揃ってないのに、たまに、こう揃えても T 字があっても上が黄色の場合がありますね。その場合はですね、心配することはないです。右動作をやることで、ここにあるものがここに来るので、要は、ここに、
間違ったよ。例えばこれはオレンジと緑と逆に入ってたパターン。その場合は右動作をやって、このブロック、このルービックキューブのこのブロックを一回上に持っていくので、右動作をやることで、まあ、あとは左動作もそうですけど、このブロックとここを入れ替えるんですね。入れ替えることができるので、ブロック、例えば揃えるブロックがなくなったとしても心配しないで右動作をしていただければ、まず一旦ここに持っていって、それで正しい位置に入れるということをしてください。はい、続きまして、ルービックキューブ 3×3 の完全6面の揃い方。第3段階ですね。第3段階を教えていきたいと思います。第3段階はですね、ルービックキューブ、2段目を揃いましたけど、今度、上にですね、黄色のクロスを作っていきます。そしてこれがですね、ステップ4パターンあると、3パターンですね。3ステップですね、あると思ってください。最初、こう0、0時というのはですね、見てください。黄色が真ん中にしかない、また。で、これラッキーだといきなり12時、要はクロスが揃ってる場合もあります。要は第2ステップやったと、もう終わった、終了した時に、ラッキーだと、もう黄色のクロスが揃ってる場合もあります。ただ、アンラッキーだと、これ、今一番アンラッキーですね。で、次にアンラッキーだと6時、要は黄色、黄色、黄色。そして次にアンラッキーだと9時、要は時計の9時ですね。みたいになってて、今一番アンラッキーなんで、これ次の動作やって、まず6時にして、次の動作やって9時にして、次の動作やって12時にしてっていう完成なんで、1、2、3段階やる必要があります。で、ラッキーだった場合、例えば9時だった場合、1個でクロスが揃うので、そういうことを覚えてください。いいですか？はい。ではやっていきます。で、まず、ここ0時ですよね。0時なんで、0時の揃い方。これはですね、右動作やるんですけど、右動作やる前に、自分の手前を90度、左から右にずらしてください。そして右動作、1、2、3、4、で、90度戻す。そうしてみてください。0から6時になりましたね。で、6時になったらば同じ動作をします。で、これ注意していただきたいのが、こう、横一文字とか NG なので、必ず時計の6時に整体してください。そして、右に、まず180度、90度回して、1、2、3、4、で、90度返すと。で、こうなると次はですね、9時になってないじゃないかと思うんですけど、心配ごめんなさい。こう回してあげると9時になりますので、9時になりましたね。で、同じ動作。回して、1、2、3、4。で、戻すと、はい、黄色のクロスができました。これで第3ステップの完成です。はい、ルービックキューブ 3×3 の完全6面の揃い方。第4ステップですね。第4ステップに行きたいと思います。第4ステップはですね、この黄色のクロスを作りましたけども、黄色のクロスのこの真ん中のブロック、エッジブロックと言いますけど、色を合わせていきます。色を合わせていくっていうのはですね、見てください。こう回していくと、ここ黄色、オレンジ取れましたね。黄色があって。そして、ここがブルー。ここが赤。あ、これはですね、一番ラッキーでした。もうね、ですね。このようにクロスがあって、さらにその下ですね、ここちょっと見づらいかもしれないですけど、青ここがもう全て揃ってるので、これは一番ラッキーなパターン。出方としては実はですね、1、2、3パターン出るんですね。で、3パターンでこう一番ラッキーな出方ですね。で、ラッキーじゃない場合はこの1か2になります。はい、ちょっとラッキーなパターンですね。ラッキーなパターンが出てしまいましたので、ちょっと違うパターンで今説明をしたいと思います。これを見ていただきたいんですけど、これはですね、まあ、アンラッキーの2つ目という感じなんですけど、これ見ていただくと、わかりますかね。黄色の十字、ここは無視してください。このルービックキューブの端のブロックは見せてください。黄色のクロスができていて、そして、ここですね、ここ、まず、ここ赤揃ってますよね。そして赤が揃って、自分を見て左、ここですね、青。今度青揃ってますね。なんで、これはですね、このパターンが2パターン目ですね。で、1パターン目はですね、こことここの、要は両端ですね。両端っていうか、相対する面が揃っているパターン。例えばこれ赤とオレンジですね。オレンジが揃っているパターンが出る場合があるんですけど、出るパターンとしては3つ。一番アンラッキー。まあ、次にアンラッキー。これが超ラッキーですね。さっきやったら、ね、超ラッキーでしたけども、このパターン、このこれを作っていきます。青、オレンジ、緑、赤ですね。これが完成図ですね。で、これも、
やる動作は同じです。まずこれが出てしまった場合。で、この時ですね、第3段階終わった後、黄色のクロスができた後、いろいろこう回してみてください。そうするとどっか揃ってるので、で、必ず2個揃ってます。ここか、ここか、あとは4つ揃ってるパターンもあるんですけど、2個か 4つ揃ってるので、相対するのか、あるいはこう右に見て、左に出てる場合。で、これ、左に出て右に出てるっていうことでもあるんですけど、これは注意してできたのは、必ず右と左に来るように持ってください。この持ち方 NG です。こっちですね。で、今から動作をやっていきます。で、動作は全て一緒です。ここだろうとここ。まず、今からやる動作は、このパターンやったらここになり、このパターンやったらこうなるので、動作は同じです。じゃあちょっと教えていきます。まず、さっきもお勧めしましたが、必ず自分の正面で左、右と左が揃っているパターンを持ってきてください。そして、まず右動作。1、2、3、4。一番上を一回こっち。1、1、2、3、4。ここで1、2、1、2、3、4で。これで揃ったはずです。見てください。赤、青、オレンジ、緑。はい。右動作と上を回していくだけ。ちょっと分かんなかったらもう一回巻き戻したりというか、見ていただきたいなと思うんですけど、非常に簡単なシンプルな動きです。1回目が1日やって、その次は180度回すだけですね。で、右動作をやっていくというところです。これで第4段階ですか。黄色のクロスが、完成しました。はい、続きまして第5段階ですね。今度は黄色、このルビックキューブを逆さにします。白を上に持っていきます。そして、黄色の一面を下に作っていきます。今度、気をつけていただきたいのが、特に、完全一面じゃないので、とにかくひたすら黄色を作っていくことをしてください。で、この時やる動作も簡単で同じです。右動作やっていってください。ひたすら右動作です。つまり、白の完全一面を作るときと同じで、ここ、黄色の一面を作りたいので、自分の右下に入れたいブロックを持ってきて、そしてひたすら右動作。はい、これで OK ですね。気にしないでください、色は。ここ空いてるので、今度ここにありますから、右動作をひたすらやっていきます。はい。で、もう一回、ここですね。右動作をひたすらやっていきます。はい、これで黄色の一面。ルビックキューブの底面、底面で黄色の一面が完成しました。これで第5ステップの終わりです。最後に第6ステップですね。こうなったら、ここの真ん中のブロックを合わせていきましょう。つまり、今度は、底面、ルービックキューブの底面の黄色底面の角ブロックですね。これを常に合っているように埋めていきます。ここは合ってますよね。なんで合ってなあと3つを埋めていきます。はい、最終段階ですね。ルビックキューブ 3×3 の完全6面の揃い方。最終段階に入りたいと思います。説明したいと思います。これはですね、まず、自分の好きな色でいいので、必ずそこから動かないようにしてください。いいですか？じゃあ僕は青を正面にするので、ここからコーナーブロックを揃えていきます。で、この場合はですね、右動作を3セットずつやるということを頭に置いてください。3セットやるというのは、つまりです。まずですね、このブロック違うので、3セットやることで、右上に持っていきます。いいですか？ 1、2、3。ここにあったものをここに持ってきました。そうして、緑とオレンジですので、緑とオレンジの入るべきルービックキューブの底面を探していきます。ここです。緑とオレンジですので、このブロックがここに入れたいので、そうするとまた3回、右動作を繰り返します。右回しを繰り返します。1、2、3、入りましたね。そして今度ここになんか黄色が来ましたね。このブロックをじゃあ入れていきましょうか。たまにですね、今の動作を繰り返すと、ここ、頭にですね、黄色が来ることがあるので、そうすると、3セットをやれば、この赤と緑の正しいコーナーに入れることができるんですね。で、もし、こう、
弾き出されて黄色じゃない場合は安心してください。一番右下のブロックを3セット、右回しを3セットすることで、右上に持ってきてっていうことをやるので、でつまりここはもう緑と赤の、黄色が上に来てるので、3セットだけでいいです。いいですか？緑と赤ですね。やっていきます。1、2、3入りましたね。最後、弾き出されたのが、オレンジとブルーですね。弾き出されない時もあります。さっきも説明したように、弾き出されない時は、下にあるブロックを弾き出してください。いいですか？じゃあ最後、オレンジとブルーですね。オレンジとブルー。ここに、このブロックを入れましょう。1、2、3。ということで、あ、もう揃っちゃいましたね。最後、回して揃うか、いきなり揃うかパターンがあるんですけど。はい、ということで、これで、ルービックキューブ 3×3 完全6面の完成です。非常に簡単だと思います。シンプルに本当に基本動作をもうほとんど右回しだけですよね。右回しだけ覚えていただければ、このメソドロジーですね。このルービックキューブ 3×3 の完全6面の揃い方のメソドロジーはマスターできると思うので、動画をまた繰り返し見ながら皆さん完全マスターしてみてください。